アレハンドロ・サベーラはアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代はアルゼンチン代表であった。現役時代のポジションは攻撃的ミッドフィールダー。2011年7月から2014年のブラジルワールドカップまでアルゼンチン代表監督を務めた。CA リーベルプレートの下部組織で育った。サベエラのプレースタイルは 同じ攻撃的ミッドフィールダーで一切年上のノルベルト・アロンソの影響を受け、個人技やショートパスを重視するものであった。ゆったりとしたプレーからパトシオラという愛称で呼ばれた。1975年、クラブとして18年ぶりのリーグタイトルを獲得し、サベーラの人気は絶対的なものとなった。1976年にはロンソがオリンピックマルセイユに移籍したため、 サベーラは一躍ブレークを果たした。1977メトロポリターノでは、重要な役割を果たして、リーグ優勝したが、怪我からの復帰後は再び控え選手に戻った。イングランドフットボールリーグセカンドディビジョンの、シェフィールドユナイテッド FC は AA アルヘンティノス、ジュニアーズからディエゴ・マラドーラの獲得を試み、移籍金40万ポンドのオファーを出したが、このオファーは、 アルヘンティノスに受け入れられなかった。シェフィールド U はサベーラに狙いを切り替え、1978年7月19日に遺跡金16万ポンドで契約を結んだ。8月19日のレートンオーリエント FC 戦でデビューし、1980年までの間にリーグ戦76試合に出場して8得点を挙げた。シェフィールド U は百七十九から八十。 シーズン終了後にフットボールリーグディビジョン3広格が決まったため、シェフィールド U のハリー・ハスラム監督は、セカンドディビジョンのサンダランド AFC との間で、移籍金60万ポンドの移籍交渉をまとめたが、サベーラは、フットボールファーストディビジョンでプレーする官房を持っていた、ため、サンダランド AFC への移籍を拒否した。1980年5月8日、 サウス・ヨークシャー・カップのシェフィールド・ウェンズで FC 戦が、シェフィールド・ユーデの最終戦となり、この試合ではゴールも決めた。1979から80シーズン終了後、移籍金40万ポンドで、ファースト・ディビジョンのリーズ・ユナイテッド・ AFC に移籍し、1981年までプレイしたが、リーズ・ユーデの挑戦は成功とは言えなかった。1981年12月に、 アルゼンチン復帰を模索し、カルロスビラルド監督率いるエストリディアンテスデラプラタに移籍すると、チームのスター選手の一人として、1982年のナショナルトーナメントでは準決勝到達に貢献した。サベーラ、マルセロトロッピアーニ、ホセダニエル・ポンセ、ミゲル・アンヘルルス・ソラは強固な中盤を構成し、2シーズン連続でリーグ優勝を果たした。 1983年には、ビラルド監督が、アルゼンチン代表監督に栄転し、サベーラは、アルゼンチン代表に初招集されて、ベテランのノルベルト・アロンソやリカルド・ボチーニ、若手のカルロス・ダニエル・タピアやホルヘ・ブルチャガや、ディエゴ・マラドーナらとポジションを争った。代表では、通算4試合に出場し、コパ・アメリカ1983のメンバーにも、選出された。 1983年のコパリベルタドーレスでは準決勝に進出したが、勤差でグレミオに及ばなかった。1986年にブラジルのグレミオに移籍し、1987年までプレーした。その後エストディアンテスに復帰し、フェロカリルをエステ、メキシコのイラプラと FC を経て、1989年に現役引退した。現役引退後は指導者の道に進んだ。 1994年にはダニエル・パサレラ監督率いるアルゼンチン代表のアシスタントコーチに就任し、1998フィファワールドカップにも参加した。その後も、1999年にはウルグアイ代表、2001年にはパルマ AC、2002年には CF ・モンテレー、2005年にはコリン・チャンスと常にパサレラ監督のアシスタントコーチとして、 各国で主導者経験を積んだ。2006年には、フルス CA、リーベルプレートに戻り、2006アペルトゥーラでは3位となった。エストゥディアンテス2009年、エストゥディアンテス監督時代のサベーラ2009年3月15日、レオナルド・アストラーダ監督の後を引き継いで、エストゥディアンテスでラプラタの監督に就任し、アシスタントコーチには、サベーラと同じくエストゥディアンテスでのプレー経験がある。 フリアンカミーナやクラウディオグナリを起用した。アストラーダ政権下のコパリベルタドーレスでは1勝2敗と苦しんでいたが、すぐにチームを立て直して、グループリーグ2位で決勝トーナメントに進出し、パラグアイのクラブリベルタ、ウルグアイのナショナルモンテビデオ、ウルグアイのデフェンソールスポルティングを倒して決勝に進出した。GK マリアーノ・アンド・ハルや MF、フアン・セバスティアン・ベロンを軸にして、 県主のチームを作り上げ、決勝では、クルゼーロ EC に勝利して、エストゥディアンテスを39シーズンぶりの優勝に導いた。2009年12月には、フィファクラブワールドカップに出場し、決勝の FC バルセロナ戦では、高い位置からブレスをかける攻撃的な戦術で、前半は優勢に試合を進めたが、89分に同点に追いつかれ、延長戦の末に、 ヨーロッパ王者に屈した。2010年6月から7月には、FW、マウロ・ボセリア DF、マルコス・アンヘレリ等の主力を失ったが、若手のマルコス・ロホや、フェデリコ・フェルナンデスを抜擢して、穴を埋め、2010アペルトゥーラで優勝を果たした。2011年2月2日、エストゥディアンテス監督の辞任を決意し、選手やクラブ首脳陣から引き止められたために、再考したが、 2月3日に正式に辞任を発表した。彼が言うのは必要なことだけだ。チームに平穏をもたらし、そのおかげで選手たちは自由にプレーだけに集中できる。サベーラを表して、フアンセバスティアン・ベロンアルゼンチン代表アラブ、主張国連邦のあるジャジーラ監督就任が基本合意に達していたが、2011年7月28日、 成績不振により辞任したセルヒオ・バティスタ監督の後継としてアルゼンチン代表監督に就任した。契約期間は2年間であり、2014FIFA ワールドカップ南米予選を突破した場合は 2014FIFA ワールドカップ本大会も指揮を取る。ウインとなるブラジルとの親善試合には約3年ぶりの代表復帰となるフアンド・マンリケルメラを招集した。 南米予選では2戦目のベネズエラ戦を除いて、無敗を維持し、首位通過を決めた。本大会では6大会ぶりの決勝進出を果たすも、ドイツ代表に敗れ準優勝に終わり、大会後に監督を退任した。ありがとうございます。